皆さんこんばんは、 MK です。ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドパート36やっていきましょう。今回からクリア後要素の方を進めていきたいと思います。いやー、更新が止まってしまって申し訳ございませんでした。そう、殿堂入りした直後ぐらいにポケモンレジェンズアルセウスが発売されたということで、先にそっちの方を更新していたんですよね。で、ポケモンレジェンズアルセウスもパート80で最終回を迎えたということで、ブリリアントダイヤモンドに戻ってきました。殿堂入りしたところ、シロナさんを倒した瞬間で終わっておりましたので、今回からクリア後要素という形になっております。どんな感じになっているのか楽しみだという方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、早速自分の家から1階に降りていくんですけど、このモンスターボール気になりますよね。まあやってる方はわかると思いますけど、配信で受け取ったあれでございます。まあこれは後でまた取りに行きたいと思うので、一旦保留でよろしくお願いします。お母さん、殿堂入りしてきたよ。 MK、 さっきジュン君があなたを呼びに来たわよ。なんだかよくわからないけど、喫茶キシティから船に乗れですって。あの子せっかちでしょ。話を聞く前に行っちゃったので。どうなの、七かまど博士のお手伝いは順調なのかしら。いや、順調なんてもんじゃないですよ。殿堂入りしてポケモン図鑑も全部揃えてはいないんだよね。そうなんですよ、神王図鑑はね、まだ揃ってないんですよ。さっき言ってた、ちょっとネタバレになっちゃうんですけど、今言ってもどうせ門前払い食らうから今先に言っておきますけど、今喫茶キシティに行ってファイトエリアに行っても、その先進むことができません。なぜかというと、全国図鑑を持っていないからですよね。そう、ファイトエリアとかっていうエリアがダイヤモンドパールプラチナにはありまして、そう、ここファイトエリア、サバイバルエリア、リゾートエリアと、こっちがねクリア後要素になってるんですけども、今行ってもファイトエリアしか行けないんですよ。そう、全国図鑑を持ってからじゃないとこの先冒険することができませんので、先にね全国図鑑の方を入手したいと思います。で、全国図鑑を入手するためには見つけた数でいいので、ポケモン図鑑、ていうか神王図鑑か、神王図鑑を全部揃える必要があります。144ってなってるってことは、ユクシー、アグノム、エムリット、パルキア以外にも2匹か、2匹見たことがないポケモンがいるはず。誰だろう。え、道中のトレーナー、道中だって、道中のトレーナーさ、全部戦ったからいないと思うんですけど、あ、ここだ。102は、あ、ペラップだ。え、ペラップって見てないか。222か224だよね、確かペラップって。あ、じゃあそれは後で会いに行き、後でっていうか、まあ今回ね、会いに行きましょう。あと1匹いるんじゃないか。お、ここだ。メノクラゲ、なんで。え、メノクラゲって今まで一回も会ってない。そんなことある。え、どこの水上でも出ると思うんですけど、じゃあちょっとどっちもゲットするには222が一番早いと思うんで、そこに向かいましょうか。え、そんなことある。ちょっと不思議な感じですけども、まあまあまあ向かっていきましょうか。222番道路、ここにペラップもメノクラゲも出てくれると思います。でさ、ちょっと MK さん考え中なんですけど、一応ね、こっち224番道路も殿堂入りしたから行けるようにはなってんのよ。こっち行っちゃうか。あー、でもちょっと考え中。今とりあえず神王図鑑ゲットしてからいろいろ考えましょう。神王図鑑ゲットが先ですよね。ユクシー、アグノム、エムリットも捕まえに行かないといけないので、それもまあ今回1匹ぐらいはなんとか捕まえたいと思います。よーし、じゃあまずはメノクラゲ出てきてください。メノクラゲはね、神王中どこの水上でも基本的には出たと思うので、ここでも出ると思うぞ。どうだろう、出てくんないかな。お、出たかな。メノクラゲで会ってください。なんでこんな簡単なポケモン出なかったんだ今。てか見たことなかったんだ今まで。まあ結構虫除けスプレーとか使っちゃってた部分はあったけどさ、にしてもじゃない。じゃあモンスターボール投げていきましょう。一発で捕まってくれたら嬉しいな。どうでしょうか。おっと、出てくるか。ちょっと待って、バブル光線、これさ一回なんか攻撃しとく。いやー、でもこっち76レベだからさ、あんまり変に攻撃しない方がいいと思うな。冷凍ビームぐらいだったら耐えるか。いやー、ちょっと待って、いや、やめた方がいいと思う。一応ねモンスターボール縛りで MK さんやっていますので、んー、ちょっともうちょっとだけ投げらせてください。はい、ここ3回揺れて、こい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 、ナイス。
そう、MK さんはね、あのポケットモンスターシリーズはモンスターボール縛りでやっております。ポケモンレジェンズ RSS はね、新しいボールというか、まあもう全然あのゲーム自体が違ったので、モンスターボールだけだったらつまんないかなと思ってわざと解禁しておりましたが、基本的にはね、こういうシリーズではモンボ縛りです。じゃあメノクラゲのデータ読んでいきましょう。メノクラゲ、クラゲポケモン。体のほとんどが水分、水晶のような目玉から不思議なビームを発射する。そう、なんかさ、見た目的にエスパータイプが入っていそうな気もするんですけど、水毒なんですよね。まあ毒の触手という設定がありますから毒タイプも頷けるんですが、さっきのポケモン図鑑的にはエスパータイプ入っててもよかったよね。ということでペラップ来い。おー、トリトドン、あれ持ってないんじゃね。トリトドンって持ってないような気もするな。持ってなかったらここは一発モンスターボール投げておきたい。お、持ってないぞ。うわ、どうしよう。冷凍ビーム耐えるかな。一回ちょっと打っていい？多分耐えると思う。トリトドンって結構耐久高いんで、一回耐えてください。オッケー、耐えた耐えた。おっと、大地の力ちゃんと抜群をついてくるけど、20数レベだったら余裕よ。あ、いや、相手42か。さっきのメノクラゲが29レベぐらいだったから、こいつもそれぐらいかと思ったら、全然そんなことない。一発で捕まらない。ちょっと待てよ、これどうしよっか。原子の力のエフェクト今回いいよね。で今一つ相手の能力は上がらない。ちょっと待って、峰打ちさん、こっからユクシーヤグノムエムリット捕まえに行かないといけないから、峰打ちをちょっとデパートに買いに行くか。確か帳デパート売ってるよね、峰打ち。オッケーと言ってる間にトリトドンゲットできました。いや、これが目的じゃないんです、ペラップなんです。トリトドンの図鑑データ読んでいきましょう。トリトドン、海牛ポケモン。骨がなくぐにゃぐにゃの体、体の一部がちぎれてもすぐに再生されて元通りということで、まあ海牛ってそういう生き物なんでしょうね。ペラップ出てきて。まあそんなにさ、ポン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 出てくるポケモンではないと思う。確かに結構ね、パーセンテージというか、あの出現率は低いような気もするんだけども、出てきて。フローゼル、フローゼル捕まえてたっけ。捕まえてなかったような。いやでもなんか進化させたような記憶もあるな。もう4ヶ月ぐらい前だから覚えてない。あ、持ってるね。だってもう4ヶ月前だよ、ダイパやってたの。それは覚えてないよ。いや、まあダイパやってたっていうか、ダイパが更新ストップしたら、おお、ペラップ出てきたが、もうそれぐらいだよね。いや、じゃあ覚えてない。だって1月だもん、レジェンズ RSS の発売。そう思うと1月から5月までずっと RSS やってたんだ。まあまあまあ、でも80パートまでやったら、まあこれぐらいになるわな。うわー、捕まんない。うわー、でもペラップさ、攻撃したらこれ耐えてくる、耐えてこないと思うんだよ。多分ね、ペラップ耐えれないと思う、 MK さんの攻撃。これはもうモンスターボール連打でなんとか捕まえるしかないでしょう。そしてペラップさえ捕まってしまえば、あと持ってないポケモンがさっきも言った通りユクシー、アグノム、エムリット、そしてパルキアでございます。でパルキアは見た数でもいいので、ちょっと今回は皆さんに紹介するがてら、ブリリアントダイヤモンドでパルキアを見る方法、そして、シャイニングパールで、ディアルガを見る方法をね、紹介したいと思います。そう、実はね、ソフト同士で通信しなくても、ここって揃えることができるんですよ、一本のソフトで。そう、ここはさ、ダイヤモンドパールの頃から多分今回も変わってないんじゃないでしょうかと言ってるうちに全然捕まらんな。おい、ペラップちゃん、捕まって、もうそろそろ良くないですか？ラッキーボールも出ないし、おい！待って、これなんか技打った方がいいか。かこれ一旦レントラーに変えて電磁波打つか。それだけでもちょっと捕まりやすくなると思う。はい、じゃあ一旦引きまして、レントラーちゃんよろしくお願いします。レントラーちゃんだったっけ。あ、ちゃんだね。レントラーくんかちゃんか、ちょっと MK さんも覚えてませんでしたが、挑発だけやめて、ペラップ挑発。あー、もう挑発を食らうと変化技が打てなくなっちゃうんですよ。もうこれ電磁波打てないんで、一旦モンスターボール連打するしかありません。でここで挑発が解けたら電磁波を打っていきましょう。おいマジかよ、ちょっとなんでこんなペラップで時間かかってんの。今回そういう回じゃないってば。はい、モンスターボール投げて、今回ペラップの回じゃないんですよ。空気読んで、映りたがりだな。映りたがりペラップちゃん、やめて。 OK、 挑発解けた。じゃあこのタイミングで電磁波打っていきましょう。さすがにここまでやったらさ、捕まってくれるよね。いや峰打ち、ちょっと今回で覚えさせましょう。デパートに行ってモノマネ、おっと
相手も電磁波か。いや言うて MK さん電気タイプだから、あの電磁波は食らわないんです。はい、そしたらここでモンスターボールを投げていく。さすがに捕まってくれると思う。嘘でしょ麻痺っても捕まんないことあります？エコーボイス、ちょっと待って、ちょペラップちゃん、あなたさ麻痺ってるんだからさ、ちょっとは捕まってくれても良くないですか？いや噛み砕くとか打ったらこれやられちゃうと思うな。1回2回の、お3回揺れて、ナイスありがとうちょっと映りたがりすぎだって。今3分ぐらいペラップと戦ってたでしょ。はい、ということでじゃあペラップの図鑑データ読んでいきましょう。ペラップ音符ポケモン。人の言葉を覚えてなく、仲間が一箇所に集まるとみんな同じ言葉を覚える。あ、なるほど、みんなでこう伝達し合うんですね。そう、ペラップはおしゃべりというね、あの専用技を覚えるちょっと不思議なポケモンなんですよ。ダイヤモンドパールの頃はマイク機能を使ってね、あのおしゃべりの中に自分の声をこう覚えさせることができたりもしたんですが、まあ今作はそういう機能はないでしょう。よし、じゃあ次はパルキアを図鑑登録しに行きましょうか。実はね、カンナギタウンのおばあちゃん、あのシロナのおばあちゃんですね、長老に話しかけるとパルキアのね図鑑を載せてもらうことができますので、ちょっとそれをやっていきたいと思います。実はね、あのMK さん、シャイニングパールの方も、あの、殿堂入りまで終わらせているので、まあ、シャイニングパールから送っちゃえば捕まえた数もいけるんですけど、まあ、こういう方法もあるよということで、紹介させてください。おや、元気そうだね。そうだよ、あれからね、いろいろと調べたんだよ。天眼山がおかしいことになるし、気になって仕方なくてね。そうしたら、祠からこんなもの見つかってさ、随分と古い本だけど、ほらご覧。来たオッケー、これでパルキア登録できました。空間をつなげるポケモンパルキアと書かれている。どうやら神王地方には2匹のポケモンがいて、それぞれ時間と空間の象徴だったようだね。お、ここで語られんのか。そしてさ、ここに確かね、ユクシー・アグノム・エムリットの伝説が書かれていたかと思います。古い書物が置いてある MK は手に取って読んでみた。そのポケモンが生まれて知識が広がり、私たちは豊かになった。そのポケモンが生まれて感情が芽生え、私たちは喜び悲しんだ。そのポケモンが生まれて私たちは何かを決意し行動するようになった。そう、感情、知識、意志、この3つがユクシー・アグノム・エムリットのね、何々ポケモンという2つ名にもなっている通り、なんかユクシー・アグノム・エムリットが人間に与えたと言われているものでございます。で、今からその3匹を捕まえに行きましょう。幻を抜かすと神王図鑑は150匹なので、あとはユクシー・アグノム・エムリットさえ、図鑑に載せることができれば、全国図鑑もらえるでしょう。よし、じゃあ一向丘の前にあるか、帳デパートに行って、あれですね、買わないといけない帳がここ、ん、待てよ、ことぶき、あ、ここかちょっと MK さんも久しぶりにさ、あのダイパやってるから、あのマップがね頭に今一瞬入っておりませんでしたが、そこのところはご了承ください。よし、デパートに行きましょう。売ってたよね、峰打ち、ダイパの頃売ってたと思うな。あ、そして待って、モンスターボールも一応買っとこう。あ、こっちじゃない、モンスターボール今何個あるんだろう。さっき60個ぐらいあったっけ、買いに来たで。モンスターボール、あ、56個か。どうしようとりあえずこっからユクシアグのメムリットと、あと伝説のポケモンまだまだいるから、151の思い出、151の喜びということで、よし、151にしましょう。でプレミアボールも15個もらったと。よして、峰打ちが欲しいので技マシン売り場まで行きましょうか。技マシン売り場ってどこだったっけ、ここ、カウンター、あ、カウンターもらったのか。買い物、あー違うね、ここはあれか、努力値フリー、買い物、あー、ここはスピーダーとか、あれバトル中のやつか。え、こっちかな、こんにちは、あ、何かお探しですか、おすすめ、あータウリンをおすすめされた。 MK さんは峰打ちが欲しいだけなんです。ここだったような気もする。はい、買いに来た、お、ここだな。あ、峰打ちあった、よーし、じゃあこれ2個ぐらい買う、いや1個でいっか、とりあえずじゃあ1個買います。で、あと強い技ってあるかな、リフレクター光の壁、あ、身代わりこらえる奮い立てる、あ、剣の舞とかはあってもいいかもしんない。はい、これ持っといて、影分身フラッシュ、まあまあまあこの辺はいらないでしょう。こっちはちなみに買いに来た、大文字、雷、吹雪、気合玉、火炎、あ、もうこの辺は MK さん絶対使いません。なんでかというと命中が低いから火炎放射以降だったら買ってもいいかもな。あ、でも1個持ってんのか、
10万ボルト1個買っときます。はい。で冷凍ビームはアイコン、じゃあ買っとこう、これも、はい、買っておきます。でソーラービームはいらないな、再起ね買っとこう、再起ね使うかもしれない、買っておきます。マジシャン、ジャイロボール、ギガインパクト、破壊光線、破壊光線あってもいいな。よし、じゃあこれも1個買いまして、 OK。 あとはじゃあユクシアグノムエムリット行こっか。どっから行く？エムリットを最後に残しておきたいから、ユクシーから行こっか。じゃあ一旦1階まで降りてと。ユクシーは喫茶機ですね、ちょうどジュンが行った。まあまあまあ言うて今ジュンのところに行っても門前払いされちゃうから、うん、先にユクシーアグノムエムリット終わってからですね。よーし、じゃあ飛んでいきましょう。あ、待てよ、服装変える？あれじゃ、あ、ここじゃねえ。なんでここ入った今。服装変えるのはあれじゃない？せっかくトバリに来たんだったらさ、なんか服増えてるんじゃないかな？増えてないかな？そこ、もともとね、あのゲームセンターだったところが、今回はあの服屋さんになっております。こんにちは。なんか売ってないか買いに来ました。そろそろこのプラチナスタイルじゃないやつも欲しいな。買いに来た。ピカチュウパーカースタイル。あー、かわいいね。EV スカジャンスタイル。あー、かわいい。これかわいいじゃん。ゲンガースカジャンスカスタイル、サイバースタイル、おお、なんだこれ。スプリングスタイル、あー、これもかわいいね。スポーツスタイル、レザージャケットスタイル、あー、 EV スカジャンスタイルよくない？あー、でもピカチュウもありだな。うわー、迷うね。 EV スカジャンスタイルいっていいですか？うわ、高っ。いや、でもおしゃれっていうのはこういうもんだ。着替えます。で、あと、MK さん、ちょっとこれにするんだったらさ、スカートじゃない方がいいかもしれない。あれ？スカートって固定じゃないよね。あれ？あ、着替えるってやればいいのか。ここで着替える。イーブスカジャンスタイル。あ、これ、スカート固定か。サマースタイル。あー、なるほど。なるほど、なるほど。服装は、1個なのね。あ、MK さん勘違いしてました。スカジャンスタイルになんか違う、ズボンとかも合わせれんのかと思ったら、そんなことないみたい。よし。じゃあ、これでいこっか。EV スカジャンじゃねえや、 AV スカジャンだ。 EV スカジャンよくない？ほら、あ、ちょっとなんか道路と同化してんな。まあいいや。一旦ちょっとこれでやらせてください。そしたら次に向かうはこちら、喫茶キシティですね。 H 子に向かっていきましょう。 H 子か、ユクシー捕まるかな。峰内覚えさせないと。バックで多分ね、ムクホークあたりが覚えてくれると思うんだよ。技マシンポケットで峰内、はい。うわ、ガブリアスだけ？マジ？じゃあガブリアスしょうがねえ、一回ちょっとこれ覚えてよ。岩なだれ、噛み砕く。そう、地震覚えてくんねえんだよな、あの技マシンないから。噛み砕くか岩なだれ。まあ岩なだれいらねえか。タイプね、タイプ補完的には岩なだれ欲しいところではあるんですけど、まあまあまあ、命中も不安定だし、いいでしょう。よし、じゃあ向かうよ。ちょっとスカジャンスタイルだと、寒いかもしれんな。喫茶機は、まあまあまあ、すぐね、洞窟の中に行くので、よろしくお願いします。スカートでこの雪のところ歩いたら、大変なことになるで。こっちに行きまして、そこだ、あー、野生のポケモン出会った。持ってないやつだったらゲットするけど、ニューラ、ニューラ持ってたような気もするな。持ってたっけか、ニューラ。うわ、持ってたような記憶はあるけれど、はい、どうでしょうか、持ってる。マニューラだったら多分持ってなかったよね。わざわざ進化させていなかったかと思います。あーと、なんで一歩進んだら出てくる、あるよね、チャーレム。チャーレム持ってないんじゃね、あれ、持ってるっけ、もしかしたら持ってないかも。どうでしょうか、はい、エンペルトを出しまして、チャーレムちゃんどうでしょうか、持ってる。いや、覚えてないよ、だって 3,4 ヶ月前だもん、更新止まったの。だって実況始めたところで言ったらもう 5、6ヶ月、7ヶ月前でしょ。覚えてませんよ、そんなのは。もう半年以上だもん。よし、じゃあ H 子に向かいま、 H 子というか H 子の洞窟の中に向かいましょう。ここでも野生ポケモンが出てくる。ゴルダック、あー、持ってない、もっ、いや、野茂瀬大出現で捕まえたような気もするぞ、ゴルダックは。野茂瀬であなた捕まえなかったっけか。あ、だよね、 MK さんの記憶が合ってた、よく覚えてたね。よーし、じゃあ H 子の洞窟の中入りまして、しょっぱな、まずレントラーにしましょう。レントラーで電磁波だけ巻いといてから、いろいろやりたいと思います。あんまり炭素食っちゃうと悪あがきになっちゃってもあれですからね。体の痺れをうまく利用していきましょう。よし、
行くぞ。じゃあ知識を与えたポケモンユクシーですよね。よろしくお願いします。キョーンということでみんなそうやって鳴くよね。よし落ち着け。この BGM そうだった、ユクシー役のもエムリットの BGM めっちゃいいからみんな聞いてって。このね神秘的だけど力強いみたいなこの感じ超いいのよ。こううわ久しぶりに聞いた、アレンジされてんね。わーいい、この BGM 超いいんで皆さん聞いていってください。デンジハ、まあこれさえ負ければあとはなんとかなるっしょ。で待てよ、10万ボルトぐらいだったら耐えてくれると思うんだよな。50でしょレベル。 OK、 体がしびれて動けない。こっちがレベル74。待て、技説明、ボルチェンでもいいな。10万ボルトが威力90だよね。10万ボルト耐えてくれると思うんだけど、急所に当たるとちょっとまずいと思うの。それ考えたらボルチェンでガブリアスに変えよっか。よし、ボルチェンだったらさすがに半分ぐらいしか入んないと思う。うわあ、思った、あぶね、今の10万ボルトだったらやってたかもしんない。危なかった。よし、じゃあここはちょっとガブリアスを出して峰打ち打っていきましょう。怖っ、思ったより耐久ねえな。ここ封印、まあ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 封印ぐらいだったらなんとかなりますと。相手の技を封印した。じゃあ峰打ち打たせてください。何発でいけるかな。1回で、あーもう1発打ちたい。ド忘れ、まあまあ関係ないな。ド忘れは特防がグーンと上がるという技でございます。結構強いんだけどね。今は関係ないよ、こっち物理だから。はい、じゃあ峰打ちで OK、 体力1までは持ってった。ここまでやったらこっちのもんじゃないか。これさ、もうちょっとちゃんとやるなら催眠術を覚えたポケモン連れてくるとかはありなんですよ。でもいや、さすがにそこまででしょ、やる必要。おっと、さすが伝説のポケモン出てくるね。いやー、でも捕まってくれるとは思うんだ。どうでしょうか、モンスターボール、いけい、どうだ、捕まってくれユクシーちゃん。これで1回、おっと、さすがにちょっとそんな簡単にはいかないか。ポケモンレジェンズアルセウスの時ってさ、ユクシー役のメムリットマジで一瞬で捕まったからさ。一発で捕まったよね、なんならね。うわっと、こんなに捕まんないポケモンの戦闘も久しぶりだな。そしてなんか MK さん、このバトルの感覚がちょっと今鈍ってるわ。あの早技でどうこうとか今ちょっと思っちゃった。違うね。早技、力技とかっていう概念このゲームにないから。そう、あのポケモンレジェンズアルセウスの頭になってるからさ、何ターンかやったらガブリアスの方素早さ早いから、あの2回動けるようになるんじゃねとか思っちゃったわ。全然ないよ今回そういうの。はい、じゃあここモンスターボール投げて1回2回、おっとちょっと今惜しかったけどな。封印、こいつ封印ド忘れ再起ね。封印ド忘れ再起ね、なんだろう、あとなんか打ったっけ。待って、眠るを覚えてたっけ。眠るを覚えてたらめちゃくちゃやばいんだけど。いや覚えてないと思うけどな。眠るを覚えてない、覚えてたらもう使ってきてると思うんだよ。いや覚えてないはず。あと1個なんだろうな。おっと全然捕まらんな。そしてやっぱりなんで、はい、ド忘れ、ド忘れ封印再起ね、あと何も打ってきてないよね。ん、なんだなんだなんだ、怖いな、最後の1個が怖いぞ。いやそんないい技は持ってないと思うけども。はい、ボールから出てきて相手が封印、そればっか。結構さ PP 少なめの技ばっか持ってるから、これあの悪あがきが近いんですよ、早く捕まえないと。どうですか、うーわ待って、やばすぎ。ちょっとユクシーちゃん、ユクシーちゃん、できればそろそろ捕まってくれません。動画のさ尺というか動画の展開的にもあんまりここで連続でやってもという感じなんですよ。お、空気を読めない。ユクシーちゃん空気を読めない。 OK、 体がしびれて動けない。こればっかだったらね PP も相手減らないから悪あがきまでの時間をなんとか伸ばせるんですけども、やばすぎ。なんでこんな捕まらん。まあモンスターボールだからね。でも MK さんは一応さモンスターボール縛りでやってるんですよ。そんなハイパーとかダークボールとか使ってすぐ捕まっちゃっても面白くないでしょ。はい、モンスターボール、いけい、どうだ、捕まれユクシー、いった、うーわ、え、こんなだっけ。こんなでしたっけユクシーちゃん。ちょガブリアスがやられちゃうって。サメ肌じゃないからまあ物理食らってもなんとかなるけれど、ほらそろそろ捕まれ。てかラッキーボールとか出てもよくない、一回、うお、ラッキーボールも出ないし捕まんないし。はい、封印、え、技がわからん、再起ねド忘れ封印、あと1個、何、なんでそんな使わない、とっておきだったっけ。いやとっておきなわけないよな。いやとっておきじゃなかったはず。うわわかんねえ。はい、モンスターボール投げてお願い、捕
まってそろそろ、はい、一回、うーわやばくね、おいおいおい、ユクシーちゃん、ねえユクシーちゃん、あなたのために言ってるんですよ。もう私に勝つことはできないんだからさ、捕まった方が自分のためだと思うんです。あの悪あがきしてやられちゃったら元も子もなくないですか。はい、封印。え、置き土産、いや違うよな、置き土産は覚えるけど今は覚えてないと思う。お、2回、待って3回揺れてきたか、オーケー来たーはい、ということでなんとかユクシー捕まえました。でかすぎるすごくない。よし、じゃあ図鑑データ読んでいきましょう。ユクシー、知識ポケモン。知識の神と呼ばれている。目を合わせたものの記憶を消してしまう力を持つという。そう、これレジェンズアルセウスでも言ってましたよね。よーし、ということでボックスに送ってなんとかユクシーゲットできました。これで図鑑は残りアグノムとエムリットだけでございます。よーし、じゃあアグノムから行きましょうか。エムリットはね、あのシンジコ、あの主人公のね、あの家の近くですので最後にしたいと思います。まあユクシー、アグノム、エムリットって言ったら一番ね、なんだろう、リーダーというか真ん中はエムリットな気がしますから、エムリットは最後に似つかわしいでしょう。よし、じゃあアグノム行くぞ。一旦ちょっと体力とか回復します。ちょっとやり方変える？いや、いいよな、いいと思うんだ。うん、本当は催眠術とか相手を眠らせる技を持っていくのが一番捕まりやすいんだよ。そう、麻痺よりも眠りの方が捕まりやすいから、氷とかは狙えないからね。そう、眠りと氷が一番捕まりやすいんですよ、状態異常的には。でその次が麻痺とか毒とか火傷なんですけど、まあ毒と火傷はまず論外じゃん、体力減っちゃうからね。で氷は狙ってできないから、まあ結局麻痺か眠りなんだけど、眠りは溶けちゃうんだよね途中でね。でそれがめんどくさいから、まあ MK さんは麻痺派なんですけど、うん、待って、場所合ってるっけ、ちょっと待てよ、合ってなくね。あ、合ってたわこの上だ、ロッククライムいけるよね。よし、オッケー、全部ビーダルやん全部ビーダル。はい、ロッククライムで上登って、あ、こっちじゃないね、こっちじゃないけど、おお、吠える吠える発見したからいいとしようか。はい、じゃあここ降りまして、チャリあったよね、チャリ、チャリどうやって出すんだったっけ。はい、おお、来たちゃんとね、最近のチャリはヘルメットまで被ってるという、あの時代に合わせたあれになっておりますが、そう、昔はねヘルメットなんて被ってなかったからねでも今はさ、ほらあれじゃん、小学生とか中学生とかヘルメットが義務化、義務化まで言ってないのかな、推奨義務みたいなやつなのかな、になってるじゃないですか。だからね、時代に合わせて、あのソードシールド以降かな、自転車に乗るときはちゃんとヘルメットをしてるという、偉い偉い偉い主人公でございます。ということで、はい、ここ降りまして、お、あったぞ。そう、もともとここ銀河爆弾でね、あの水位が思いっきり上がっちゃってた場所なんですけども、しっかりね銀河団が撤退というか、まあ解散はしてないけど撤退しましたので、ちゃんと水位が戻ってコイキングも泳いでいることでしょう。コダックは今いいのよ、今はコダックじゃなくてアグノムなんですよよし、じゃあアグノムのところまで向かいまして、で手持ちの順番も大丈夫だな。じゃあさっきの要領で電磁波からの何だったっけ、峰打ちでやっていきたいと思いますが、一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょう。よし、じゃあ次回アグノムとエムリットを捕まえて全国図鑑を揃えて、なんとかファイトエリアの方に向かっていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。